忘れちゃった、忘れちゃった。ちょっと話が始まれば思い出す。メキシコに行って、メキシコ行ってね。ちょっとタコス屋さん、最初やって、200店舗やって。はいね、はぞってんだ、めっちゃはぞってんだ。どう？大成功したけどね、メキシコ行ってタコス屋さん始めて、うん、200店舗ぐらいまでオープンして、うん、あ、もう余裕じゃん、機械買おうぜとか言ったのね、うんうん。そうしたら、ベロが、つまんな、やめる。行かれたこと言ってんの。で、何やりたいのって話してたら、アーティストになりたい。アーティストって何みたいな。で、まあ、1日ちょうだいっつって、じゃあ、OK、アーティストになろうって決めて、でネットで調べて、まあ、スプレーアートだな。アーティストネットで調べた。そうそう、アーティストって何って感じじゃないですか。え、歌なんて歌えないし、歌ったことないし、踊りなんて。やりたくない。やりたく、人前なんて絶対目立つの好きだけど、そういうのじゃないみたいな。スプレーアートだったらマスクしながら人と喋んなくても売れるしと思って、ね、で始めたんだよね、そう1週間ぐらい練習して、よし白黒だけの俺は天才だと。1週間して、よし俺店やるからって、お店オープンするぞって言ったら、みんなに、ノーノーダメだよ、まだダメだよ、まだまだまだ待って、ね、って言われてね、でお店1週間借りてオープンして、で俺の絵の売り上げがね、1枚、あ、1枚だっけ、ベルちゃんの売り上げ2枚で、みんなからさ、火使ってとか、ファイヤー使ってとか、みんな子供がね、お母さん今からこの人ファイヤー使うからねっつって、使わねえし。もうみんな子供がキラキラした顔で、俺の目を見ながら、いつファイヤー、いつファイヤーっつって、ファイヤーしねえしみたいな。で、結局使わないから子供はさ、って書いてたね。で、他のお客さんもさ、女の人がさ、あ、これじゃん、スプレーアート欲しいって言ったじゃん、買いな買いなって言ったら、お旦那さんの人が、いや、もう一周してこいよっつって。で、そしたらなんかちょっと離れたところでスプレーアートやってる人がいて、ベロ、あの人3色使ってるよ。こちら白黒しかなかったから、で、その人にちょっと真似していいって言って、ずっとこうやって髪、いいよって言うんだから、動画ずっと撮らせてもらって、毎日毎日撮ってね、朝から晩までずっとしてみて、ずっと撮ってして、暑いって言ったら、なんて言った、なんて言った、暑いって言ってるのに、なんて言ったの、暑いって言って、このタイミングで暑いと思うんだなみたいな。どういうことベロが、なんかライター買ってきて、なんで同じライター買わないの、同じ会社のじゃのダメって、何か理由があるんだ。それを元に練習して、店を出したら100人、200人ってずっと朝から晩までね、すごいね、お祭りでずっと待ってね、並んでまでってすごい、すごい。でもそうだね、日本語で名前書くよっていうのが強かったかもしれない。メキシコに来たらベロと、じゃあもう日本行こうよっつって、行きたいんだけど怖いみたいな、あ、そうなの、まだ家族と離れたくない、あ、そっかそっか。スプレーアートをたまたま日本で買った人がいて、で、自分1枚200円で買うんですよ。メキシコでは安い方だよね、メキシコでも安い方で、で、その人が買った絵がめちゃめちゃ下手で、1000円で買った。5倍、アンボイントじゃん。お金がそんななかったから、とりあえず人は旗あげるぜって日本行って、失敗したら帰ってくるって、一人の往復分しかなかったから、だから行って失敗したら帰ってくる、成功したら来るみたいな。いいわ、1万円あればいいよ、1万円持って。日本で1万円ですか。そうそうそう、全然バカだから。めっちゃ売れてたから、メキシコで。そうね、メキシコ。牡蠣は金になるみたいな。天才だから。そうそう、天才だから。あれでせいだったら俺の山やばいぞ。超並ぶぞみたいな。最初長野で書いて、ゼロ。人がいないからいけないぞ。俺のせいじゃないと。土地のせいだ。土地のせいだ。その時スカイツリーできた頃で、スカイツリーの前で書けばいいんだって。書いた。ゼロ。やべえぞやべえぞ。まだ夜遅かったし、人もいなかったし、まあ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 、もう人いないから渋谷行こう。めっちゃいるじゃないですか、渋谷で。やって超人集まるんだけど、誰も買わないし、見るだけ、見るだけ、ゼロ、3日目ゼロ。やばいやばいやばい。もう5日間ぐらいゼロで、求人雑誌見始めて、お金ほんとに500円、野宿してましたもん俺。東京で秋葉原で寝てますからって。やばっ。で、最後もう、あ、これ本当にやばいなと思って、その新宿の北口かな、の人がめっちゃ通ってくるど真ん前の中で、1枚500円にして、もういいや、もう1000円とか言ってる場合じゃないわ、2000円とか言ってる場合じゃないわ、とりあえず飯
飯飯と思って、うん、で最後白黒のスプレーしかなくなっちゃって、うん、あーもう使っちゃって、もう使っちゃって白黒で少ししかなくて、もういやもう500円でとりあえずど真ん中でやってで、ったらめっちゃ売れて、どういうこと、まあ、値段500円にして買いやすくなったっていうのと、絵描くじゃないですか、はい、ポーンって投げてたんですよ、メキシコってお客さんが拾うんですよ、うん、だからずっと日本でもポーンって投げてるけど誰もみんな拾わないし、うん、絵みたいな顔するし、うん、なんでみんな拾わないのと思ってこうやって、うん、この書き終わりました、こうやってあえて拍手もらう時間作って、うん、置いて、うん、で500円だったらみんな布バカ買って、でそこで1万5000ぐらい売って、いきなりすごいよかったよかったー、一晩もう一晩、いやもう2時間ぐらい、2時間ですごいじゃん、ね、そこから調子乗ってどんどん売れるようになって結構すぐ40万ぐらい貯まってそれすごくない、そうで池袋で借りて、うん、ベロ来たぜっつって、うん、冬という存在を忘れてて、夏にそう夏8、9月ぐらい、うんうん、無理書けない、書けない無理あったけんじゃねえみたいな、あそこで沖縄が出てくる、そっから沖縄で来た、で沖縄行って1月から3月とか行ってテレビ出るとか話したりずっと断ってて、そうなの、いや人前で喋るのが嫌だから、あそうかそうか、 YouTube もその時なかったから、ないっていうか考えてないから、そうそう、ま、絶対ありえない、絶対出るなんてありえないですいや懐かしいね、懐かしいねでもそっからはずっとずっとトントンね、今んとこでもトン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 ちゃトントン、もう飽きたって言わねえだろうないや